はい、じゃあよろしくお願いします。改めてどこがお疲れですか？肩です。肩一番、はい、重だるい。うん、でも普通にしてるとわかんないけど今押されていたかった。でも普通に手のひらで押してるけど、これが垂直でかかってる状態で、普通に上から押すとこうなっちゃうのね。これとこれの違い、これだと多分こうちょっと滑っちゃうんだよ、上から押すと。でここも斜めからこうして、普通に上からやっちゃうとこうなっちゃう。常に表面積に対してこう垂直に行く。足も結構むくみやすいでしょ。すごいむくんでますね。むくんでなんか太いのかよくわかんない。まあ、これむくみだな。むくみなんですか。うん、なんでわかるの。かなりむくみやすいから足首までむくみ、足首のむくみがすごいから。うん、どうやったら取れるのかそれ。とりあえず。むくまないように足首よく動かしてあげないと。マウスとか。うん。つま先立ちすると足首、ふくらはぎ太くならないですか。つま先立ち、いや逆に足の先を上に上げたり下に下げたり、うん、ここの筋肉を使ってあげないとだから。あ、足首が太いと足が太く見えるから、うん、そうなん、確実に象足ってやつだよね。そう、ずっとそれコンプレックスで。胃の調子は良くない？そんなことない。あ、でも痛い。力加減は大丈夫？大丈夫です。あ、すっごい全部痛いんだけど気持ちいい。
凝りが強い人にはこうゆっくり押して持続圧かけてあげないと届かないんだよね。うん、聞いたなんかこう、うんうんうん、こういう人いるじゃん。います。これね、気持ちいいも少ないし、うん、でもっとひどい人はなんか こういう揉み方もいるから、うん、これはね届かないんだよ、凝りが強い人。あ、そうなんだ。すごい気持ちいい。これゆっくり入れて、ゆっくり抜くとこうだけど、うん、ゆっくり入れて、早くなしとこう。これが大事なんだよね。入れてもゆっくり入れても、これだと気持ちよさがなんかちょっと半減しちゃう。ゆっくり入れてうん、違うでしょう、うん、ゆっくり入れてゆっくり抜くのが結構だ。ゆっくり抜くと余韻が楽しめるっていうか痛いでしょ。痛いです。ほぐれるんですか、これ。うん、ほぐれはするけど、うん、全部ほぐれることはまずないから、うん、一気にやっても、ね、もみ返しとかきちゃうし。あ、自分でもやった方がいいですか。まあそうだね、自分でできれば。だから結構頭痛くなっちゃうんですか。頭痛い人はこっちが凝りがすごい。この辺痛い、うん、意外とね、こっちをねちゃんと押してくれる人って意外と少ないから。うん、初めて押された、うん、痛い。頭つらい人とか目が疲れてる人はこっちちゃんと押さなきゃいけないんだけど、なんでそこすごい。首をちゃんと押せる人が意外とね少ない。あ、そうなんだ、うん、今親指で押してるんですか。今親指。まあ、ギューってなんだろう、体重かけて押されてないと思うんだ、うん、重たくないでしょ、はい、重たくない押し方をしてる。うん、
どこ行くのとか言ってたの。行ってたのは長門整骨院、わかります。整骨院があるのか。うん。そこでマッサージ。マッサージ。先生2人いるんですけど、うん、やっぱ2人ともなんか全然やり方が違うんです。うん、まあ違う。普通のもん、いくらすんの？あ、私、事故ので言ってたからただなんですけど、あ、普通に保険聞く、ね、保険聞くと700円とか1000円くらい。え、電気とか当てるんじゃなくて？あ、電気もあります。まあそう、整骨院はそうだよね、うん、基本的に。あと、視圧とか。これ聞くでしょ。すごい。受けてきたマッサージの中でも多分俺多分一番ゆっくりに近いぐらいゆっくり押すと思うんだけど、うん、ゆっくりです。ゆっくりの方がいいです。いろいろ受けて勉強した結果、うん、これぐらいのスピードが一番いい、うん、でこれがもっと強い人は、うん、もっと遅いから。あ、そうなんだ。動画向けじゃないの、あんまり動きがほとんどない、うん、さっきの40キロぐらいかかってるんですか。全然全然、半分もかけてない。そんなに、うん、指の当てるとこが普通のとこで当ててないから軽く押して効く。それで軽くなんですか。うん、これかなり軽く。すごい痛い。例えば、ね、今ここ押してるじゃん、普通の指の使い方で指のひらで押すと、これ結構体重かけてるんだけど、押されてる。まあ聞くのは聞くけど、なんか押されてる感があるよね。うん、あります。でこれを指の使い方を変えるとほとんど体重かけなくて、うん、こういう押し方ができる。でもあんまりこうグーグーって感じやないでしょ、うん、なんかトーンと乗せられて聞くみたいな、うん、普通の押し方を覚えたら、うん、これのやり方も教えるから、うん、そっちの方がいい。基本ができてからの方がいいから、とりあえず、うん、これは指はあんまり痛めない。だ両方できた方がいい、うん、仕方があるんですね、うん、しかもこれは肘曲がった状態でも押せる。体重はあんま使わないから。あ、そうなの。凝りが強い女性向きなんだよね、すごく。足が太すぎて恥ずかしい。大丈夫です。まあ、足つぼ先教えてもいいけどね。うん、足つぼのがすぐ覚えられる。あ、そうなの。うん。普通に習い行くとね、足つぼだけでも15万とかかかる。え、そんなに？うん、かかるかかる。あ、痛いと思うんだね。うん、すごい痛い。
わかるんですか。持続圧は、うん、あの効かないとこにやってても何も意味がないから、あ、そうなんだ、ちゃんと効くとこじゃないとなんで押してるんだろうって。すっごい痛い、超効く。え、なんでそこが痛いだろうっていうのが分かるんですか。凝り方がすごいから。もっと追求すると、うん、こういうとこなんだよね。痛い、こう入れすぎちゃうから、うん、押しながらこう本当微調整してるんだけど、聞くとこうちょっとだけ、これはまた先の話です。首すごいな、やっぱり。なんでだろう。痛い。これはあんま押されない。初めて押されました。まあ、接骨院とかだと押さないかもな。普通に温泉とかもあまり行ってもあんまり押されない。いや、うん、ないです。押さないとね、目の疲れとか頭が結構すっきりしないんだよ。ギリギリぐらいのとこで止めてるからこんなもんかな。さっきはちょっと強すぎたかすぐ触られてるというか、お米粒触られてるというか、なんか硬いもの触られてるイメージあるじゃん、これない？あ、わかります。なんか粒、ボタンというか粒というか。わかる、ツボみたいな。うん、これ。真ん中じゃなくちょっとず右側？うん、とここなんだよ、これ痛い痛い痛い、すごい痛い、これでもしんどい、毎日だるいね、ほんとこれだと、うん、そうだから自分でだらっちゃおうかなとか思って、
俺も結構何でそこへ行きたい、聞くでしょ、こんなとこへ、何ですかこれ、腕が疲れてたり肩が疲れてると、うん、脇のこの辺に効く。自分で初めて知った。これ腕の付け根も気持ちいいんだけどね、これ。肩甲骨の上。肩甲骨の上ですか？うん、そう。下がこれね、うん、でここで肩甲骨動くから、これ肩甲骨の際なんだよね。あ、そうなんだ。ここ、この辺が。俺が教えるのも聞くところを徹底的に教えて、うん、これ腕とかは多分あまりやらない。それはもう 後回し完全に。相手が満足する場所を徹底的に。くすぐったい？痛いけどくすぐったい。気弱いね。腕を曲げるのは意味がある。ここが浮きやすくなる、肩甲骨が。そうなの、うん、痛い。すごい。指が入るね、ちゃんと。うん、何それ、すごい。え、何ですかそれ。肩甲骨。すうん、指が入んない人いるんですか？あ、結構多いよ。肩甲骨はね。もうそういう人はかなりガチガチだけど。
基本的に。入る方がいいんだ。入る方がいい。腸の方なんだよね、なってるのが。そうなんで、お腹減ってるわけじゃないんですか。お腹減ってるわけじゃない、うん、腸が活発に動いてる、うん、時間が作れるとかあるの？基本的にやっぱ金曜のこういう時間、こそうですね。あと土日もたまにバイトしてるんですよ、うん、それがない時とか。日曜日はどの道これいないかな。あ、いつでしたっけ、木金土。あ、そっか。こっちでお客さんいたらダメですもんね。まあいるときはね、うん、まあ、じっくりやってればどのうちね、そんな1ヶ月2ヶ月で毎日やんなきゃ無理だから、それだとね。したもののがいいでしょう。はい。いや、ちょっとできるようになってきたらね、自分の友達呼んできてもでもいいし、練習台に。ああ。実は習ってるんだけど。基本誰も知らないでしょ。知らないですね。知らない。あ、言ってないの。何言ってないです、まあ、とりあえずある程度形になってからのがいいもんね。うん。全く言わないとか言ってないです。無料で見られたくないなんて言ってる場合じゃないですもん。がっつり見られてる。慣れてくればね、気にならなくなるから基本的に。変な感じで嫌な感じはないでしょ。多分聞いてる痛さはあるけど。そういう変な痛さ。肩甲骨剥がしってやつだよね。そんな初めて聞いた。
き、まあ、聞いてると思うんだけど、うん、まあこれ俺が普段やってる押し方でやってるのね、うん、これを普通に体重で押すと、うん、痛いの、苦しくない、重たいのが、うん、苦しい、苦しいよね、うん、そう、これだとね、苦しさが出ちゃう、もう苦しくないんだけど効くのが痛い、効いてるけど苦しくないでしょ、受けてる方が楽なんだよ。で、やってる方も体重乗ってないから。その分指が痛くないですか？指は痛くならない。いいと思うんだ。なんかズーンって感じがする。何年やってもわからない人もいるし、きっと。あ、そうなの、うん、ゆっくり押してるから余計わかるんだけどね。
丈夫？痛かったでしょ？痛かった。痛い。こういうとこもね、腰が痛いとこの辺が痛くなる。腰とおけつともも裏は連動してるから、ここは痛いよね、こっちよりこっちなんて張ってるんかな。あ、そうなの。とりあえず徹底的に教えるのが肩とか首とか腰、そこが押せれば、あと全身押せる場所だけ押さえちゃえばいいだけだから。あ、肩周辺がやっぱ筋肉細かいから、はい、そこができればね、なんとなく他は全部いける。本当足どうにかしたくて、この太いの。そうだね、夏になるしね。とりあえず足首回したり、動かしてればいくらかいいですかね。いくらか結構良くなればいいと思うよ。そこ痛い。いいですか、そこ。ここが胃の反射区。すっごい痛い。特にここだと思うんだ、こっち。痛い。ここも腰なんだよね。そこ痛い。ここ超痛いと思うんだけど。超痛い。ももはね、筋肉自体がでかいから、これも手のひらで押してるんだけど、これだけで結構十分効いちゃうのね。指使わなくても。これ結構十分。気持ちいい。足とか結構組む？たまに。右足上？なるべく交互にあるようにやってるんですけど。右足の方がちょっと短い。右の骨盤の方が多分上がってるから。じゃあもし組むなら左足を組んだ上の方がいいってことですか。まあどちらかというとね。バランスよくいくんだって。組まない方がいいけど、
巻き方になってるね。ああ、そうなの。首すごいな。これつらいわ。うん。ここ超痛いでしょ。痛い痛い痛い。ここも痛いはず。痛い。揉み慣れてきて歪みが取れてくればまた今のやってたの平気だから、うん、じっくりね。ピリピリ。
美容院みたい。